補充してよ。オリエンテーションということでお集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。今日は、私が主に進行していくんですけど、スペシャルゲストを呼びました。今日米やるって言うから田舎から出てきただけど、ここ米じゃねえだけ。あれ米やるんだ。米やるんだ。山から朝4時起きて今日来ただけど、やらねえのか。やりませんね。オリエンテーションです。おーらおー、うん、じゃあおら帰る。星爪アンバサダーが来てくれました今日は、はい、みんなのために。え、今日は、コーチたちと、みんなで少しね、来週に向けてお勉強をしたいと思います。簡単ですので、難しく考えなくて大丈夫です。お米作りに学んでみよう。次のページ開いていただいて、地域の農業とかそういう文化について、子どもたちに興味を持ってもらうこと、あとは、普段、お父さん、お母さんが多くてお母さんに作ってもらったご飯が、の大切さを理解させて、あとは正しい、食習慣を身につけさせるためにを目的としています。社会性を養うために最終的に、みんなに販売してもらいます。作ったお米をスタジアムで、販売してもらいます。ね、作ったお米でお金もらえたら嬉しい人。嬉しい？いくらもらえたら嬉しい？1000万円は、それはおっちゃん欲しい。収穫という形になります。並べちゃうと誰か育ちにくいんで、今回はそういったところも気をつけながらやっていく。茎が伸びていくって感じですね。この水田、また下に図が書いてあるんですけど、ちょっと覚えておいてください。で、水がこうやって田植え、それが次のページの水の管理ってことです。遅れて収穫するとお米が割れちゃったりとかそういうのがあるので、しっかりした、手順でやっていきましょう。乾燥ですね、自然乾燥。外にそのまま切って、物房みたいな風に。こうやって稲並べちゃったらさ、2人でこう育たないよね。ね、こんな狭いところじゃね。これだったらさ、せっかく美味しいお米作れないから、だからちゃんと、はい、距離取って、はい。これで、せーの、ピッ。こうやって育とうね。育とうねって、君たちお米じゃないか育たないけどね。笑うとこだぞ。特に笑う要素ねえけどな。うん。じゃあ、はい。はい、はい、では皆さん。みんな田植えを来週やります。で、その田植えの練習をやっていきたいと思います。はい。子供たちのかかしの材料は保護者の皆さんにかかっています。よーい、スタート。いや、難しいぞこれ結構。
いいね、手際いいね。いいね、かかし職人だね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日やるのがさつまいもとあとトウモロコシの植え付けをやります。で先にさつまいもの方をやりたいんですけど、今あのこの間ですね、事前に高知にこのマルチ、これマルチって言うんですけど、このマルチを張ってもらいました。あの稲わらなん残った稲わらなんですけど。それを先にもう全面にここに引いてもらって、でそこから穴を開けて苗を。このわら去年田植えした時に取れたわら。そういっぱい生えてくるんで通路にもお願いします。わらだけに笑えるね。国があったんだろ。笑ってた、国笑ってた。ありがとうございます。どうぞ、どうぞ。おいしい、おいしい。なんか使うよりこれぐらいでいいです。お母さん、植え付けに行きたいと思います。何やってるの？トウモコシの種赤いんです。これ違うよ。まだ、これがさつまいもの苗です。知ってます。知ってます。指でぐさっと。葉っぱのこの辺まで、もう差し込んじゃって大丈夫です。こうさっとまっすぐ刺すと、それだけです。じゃあもうみんな並んでここ、はい、刺した後に軽く横の土を崩して、じゃあ次は、トウモロコシを。次トウモロコシ行くんですけど、機械でまずマルチを張りますんで、その後に、種を撒いていきます。
今から種をまいていくんですが、種子を一応こう病気とかが出ないように消毒してあるんですよね。で大体もう今売ってる種って基本もう消毒がしてあるんですけど、2粒植えていきます。でなんで2粒かっていうと、やっぱり天候雨が降らなかったりとか、まあいろんなその条件で発芽しない可能性があるんで、一応2つ植えて、まあ最悪どっちか発芽するだろうという1個ずつ植える。で軽く土をかける程度落としたら、周りの土を軽くかける程度でよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあ種が欲しいのか、入れた人もさらに後ろ行け。よかろう、種だ、まだあるよ。そしたらまた後ろに行きましょう。後ろに。よかろう、よかろう。トウモロコシが発芽からだいたい90日ぐらいなんで、予定では8月の下旬末頃じゃないかなと予測してます。でさつまいもは、10月の後半。去年も参加した人もいる。苗です。これがお米の苗です。品種はね、農林48号。これを2本か3本ぐらい。いい湯加減ですね。今年はきれいに、きれいに。おさんさんが持っている、一番隅っこ俺のとこって、でお友達と横同士で並んでくださいかな。逆に歩いちゃうともう踏んじゃうから。考え越しもあそこに置いてある。さあ、君たちの作った高橋君たち、やめて、ちょっとあれか、あれだ。普通の前に立って
持っていきますので準備してください。星が書いてあるところにその情報があり、星でも5個書いてあるからどっか一つは外れですので捕まらないようにゴールを目指してください。捕まったらゲームオーバーです。捕まったら星2点。ただ木とか隠れるところいっぱいありますから、ハンターにもし見つかりそうだったら全員で隠れてください。ハンターじゃないよ。ハンター目が悪かった。車来てるよ。見つかった？見つかった？パを見つけました。パか。ハンター会ってない。ハンターはどこに住んでるのかな？これパ？これはパなんだ。あった？あ、一回あった。ここにありそうだけど、今ここら辺。地図を見てみよう。で、今ここ。こっちまっすぐだね。すごいね、森が気持ちいいね。本当だ、帰れよ。あった。あった。地図にすると。葉っぱだよ、葉っぱ。ゴールはここ、噴水。ゴールの近く行くか、一番遠く行くか。一番遠く行った方がいい。立ってた？うん。なんだろうね、答え。ここ葉っぱだ。葉っぱや。葉っぱか。葉っぱ。葉っぱ。
せた。よしよし。何個せた？全部。それ。カッパ。カッパだと思ってた。カッパ。じゃあゴールにカッパはいるのかな？ゴールの場所見つけたから、うん、ゴールに行く。逃げろ逃げろ。はいどうなんでハンターの方が人気あんの？食べんねえ。ハンター食べんねえ。いっぱいいる。ではいいですか。今から君たちにはこの田んぼの中に生えている草を抜いてもらいます。雑草はその周りに1本ぐらいがピョって生えてます。だからねポーッとピョーだよ言ってみ、せーの、もうちょっと言ってみる。ポーッとピョン、はい、そうそうそう。で、そのピョンの方を抜いてください。自分たちが一生懸命植えた稲をウォリャーってこうやって踏んじゃったらお米作れません。お米できません。なのでお米じゃない稲を踏まないように。抜けない。そんな簡単にはね。抜けない、抜けない。で、あの稲はボッてなってるけど、稲の周りにあの細いやつが全部雑草らしいから。うん、いいよ。稲と同じようなみたいなのピンってやつ。くんちゃかすよ。はい。あ、落ちる、やばいやばい。何ね。どうぞ。ブリブリってしながら。あ、これも一緒に。自分で入れてくれる。あ、何？お、取れ。それは違う釣りやね。ね、どうだ。おめでとう。合ってると思うんですけど、葉っぱがこう
なんていうんですかね、多いやつを、できれば抜いてってほしいんですけど、基本的に抜き方としては根っこ、この土ギリギリを持っていただいてまとめて上に引き抜くってだけです。こんな感じで、まあちょっと小ぶりですけど、こういう感じで上に引き抜けば抜けるんで。今抜けとく。レンがいい。おお、取れた。でか。ちょっと連絡されますならね。レンがちょこっちに。ホリ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 して。見えてきたよ。あ、折らないように。もっともっと折らないように。もうちょっと掘ってからの方がいいぞ。頑張れ。からで、はい、周りを見せてください。ぽい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 。ギリーン、どうすか、大きい、大きい、両手でいけた。あ、お、大物がようやく。すごい、見せてくれ、こっちに。せーの、まだ取れない。取れ、はい、ああ、どうだった、疲れた、大変でしたか。中島さん、お芋の出来はどんな感じですか。お芋の出来はもう最高ですね。最高ですか。やっぱ大きいほどいいんですか。いや、大きいほどいいというわけではないですけど、はい、やっぱりこう使いやすいサイズが本当は一番いいんですよね、はい、まあ、これぐらいのサイズとか。あ、それがたくさん、今回こんなのでだいぶ育ちすぎた。だいぶでかい。あ、でも取れた量的にもかなり。そうですね、あの、非常にいいと思います。あ、よかったです。すごい。美味しそうです。焼き芋が楽しみですね。そうですね。で、干して乾燥させてやるんで、で、焼き芋パーティー用のやつは、高知の方で管理するんで、ちょっと形が悪かったり、ちっちゃいやつ、大きすぎるやつは、今日来ていただいた方に、あの、最後持って帰ってもらって大丈夫なので、ちなみにこの大きいやつ、これ取った人持ってくる。はい、あれ、これ取ったやつ。人参もあげます。いいんですか。チャンピオン、チャンピオン、チャンピオン、チャンピオン。甘い、食べて感想だって。感想、甘い甘い甘い。僕これで2個食べれる。すごいね。俺も2回やった。はい、ちょっと、おいしい、おいしい、おいしい。ごめん、早く食べよう。取って、おいしい、やった。好きじゃありません。美味しい、よかった。食べて、美味しい、美味しい。あー、危ない。食べて、食べて、熱い、熱い、そんなに頬張って大丈夫か。大丈夫、熱い、美味しい。おはようございます。おはようございます。本日いよいよお米コースの、大取りではないですけどビッグイベント収穫でございます。そしてバンホールに明るいニュースが皆さんありました。皆さん見てくれました。テレビで見た人ありがとうございます。見てないんです。現地に行った人、それはいない、それじゃないですね。バンホール何が起きてますか。とんでもないことが起きてんだよ今、マンホール。あれか。
あれとは。あれとは。そういうことですよ。鹿島アントラーズに勝って、本中国地決勝です。それに勝ったら、ACL というね、アジアチャンピオンズリーグに出場するという、とんでもない勝利が持っておりますので、そうです。なので皆さん、今日はお米を買って、優勝しましょう。ありがとうございます。どうもありがとう。